はい、今日もあなたと百姓天国本日は2019年8月29木曜日ですか。はあ、本日の動画第2弾、先ほどはね、嫁とターサイとアンチョビナの種まきをしました。で、もうあれで1時間足らずの種まきですけどもね、まああれで嫁は親子ごめんということでね、私は引き続き畑に出てきまして仕事をするわけですけどもね、8月29、もう8月いっぱいまで、8月末まで29、30、31と、あと3日しかないですよね。まあ8月末までのノルマね、こうあと3日の間でね、やらなきゃいけない仕事というのがありまして、まあその一つがこれ大根ですね。発芽式でもこうやって防虫ネットね、昨日確かこれの様子やり撮影しましたかね。あの大根ね、続いて、第3弾ぐらいなのかな、ここにもう一発ドドンといきます今日ね。9月入って、でまた後半の大根という形になるわけですけども、明日また雨みたいでね、今日ちょっとまだ暑いですね。今日はそこそこ30度ぐらいですか。2番手の聖護院がね、発芽してきました。まあ予定通りですね、あちら側が1番手ね、予定通りでございますね。双葉は可愛いね、見ててね、双葉ちょろっと出てくると可愛いですな。まあこうやってね、大根はしっかりとある程度湿り気があればね、一粒巻きで十分ですね。3粒とかね、種もったいないですから、一粒で十分こうやってねある程度プロの方であればね、大根が発芽しないってことはまあまあないとは思うんですけどもね、むしろ発芽してから途中でね、こうダメになることの方が多いのかなっていう気がしますけど、はい、じゃあ大根の種まきやりますか。大根ね、まあまあ何まこうかなって、まあ大体これぐらいこんな感じのやつをまくかなっていう感じでね、大体もうパターンがありますので、あらかじめ別に深くは考えてないんです毎回ね。前半分ね、何やろうかなと言いますと、今日はこれいきますか。これ大根ですね、こういう系のやつですね。あとは冬島青首も一発いきますと。で、ビタミンぐらいですか。はい、で後半戦のね、この辺はまた後にしますか。じゃあこの今日はこの3つでいきますかということでございまして、ね、この3つをまくべく、種の大きさがね微妙に違うのね。なのでね、一個一個まあ見るわけですけども、まあ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 何ですか、大きさがね一緒ではないですけども、うちはもうダブルディンプル、ダブルディンプル使うですね。日本語で訳すと何て言うの、これですね、まあうちは人参とかも大体もうこれですね、 XL10-1 でこうくぼみが2つになってるんですね。はい、でまあ大きさによってはね、ちょっと多いっていうのもありますよね。 XL10-1 でなければ場合によってはね、こちらのダブルディンプル、XL3-1 っていう時もあるし、なんで9-4とかね、この ML4 とか、まあまあまあいろいろですか。 ML4 も割と使うかな。まあまあこんな感じでね、ロールはいっぱいありますんでね、それぞれ皆さん工夫してねやってられるかなとは思いますが、これもねどれが正解ってありませんからね。今日はどれでいきますか。まずこの人ね、この人は種の大きさを確認してそれで選ぶということになります。よいしょ、比較的でかいとなると何ですか、
種袋に書いてあることっていうのはまあさっと読むんであります。ほとんど読みませんが、まあその通りやってね、株間25センチ、嘘ですね、まあまあ余裕を持ってってことでしょ。株間25でやる必要はないです、はいまあなんだって自分で己のいいようにアレンジしてくださいちゅう話でね、株間25だからまあこれでいくか、よいしょ。まあその辺はね、自分でどうアレンジするかなんとかかんとかっていうのは、あの長年やってればね、たくさんの成功と失敗を繰り返しながら学んでいくことになりますので、おお、よいしょ、よいしょと、あれ、はいはい、よし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 、はけの深さをね調整します。これが一番大事というかね、ポイントになるところでございまして、こうできるだけこう深く入れるのか少し開けるのかね、これが結構生命線だったりするんですね。はい、よいしょ、わもうだいぶねこの端木もボロくなってきたんでね、もう次2代目をね、この辺とかもう錆びてきてるんでね、2代目を買おうかなと思ってますけど、2代目はねちょっと2連のもう1つあるでね、2つある2連のやつにしようかなとか思ってますけど、まあ値段倍するんでね、どうしようかと考えてるところでございます。で、あれだ、株間だ、株間、株間、これにはね25センチと書いてありますが、25センチではないですね、25センチ、15センチでいい、結果分ありますんでね、よいしょと、14球、よいしょと、よいしょと、まあ何やってるかよくわからんかもしれませんが、まあこういうようなことをやっとるんです。まあめんどくさければね、あの最近はもうね大規模なところはあれですよね、三浦半島なんかの三浦大根とか、ああいう場がでかい産地はね、テープシーダーって言ってね、この種をもうテープに、透明に溶けるテープに巻いて、それでそれを端木に装着して、トラクターの後ろにこの端木をあのひっつけま、アタッチメントでひっつけまして、でトラクターで走るだけ終了ということでございましてねまあ農業はね、どの段階まではね、作業効率化、ね、機械を導入してどの後のっていう話になるわけですけどね。さてと、こんな感じ、よし、あとは走るだけということでございます。今日は夕立ち来ないかい、今日は来なさそうだね。ほとんどねこの時期ももうね、この周辺の農家さんはさつまいもね、あの辺とかさつまいももうね、もうやることは何もありません。秋まで何もないのでね、私とは全然違うわけでございまして、私は今が農繁期でございますよね。大変でございますよ。よいしょ。
りあえず一袋で様子を見ますかと。はい、だいたい一粒が落ちるのを確認しまして、大丈夫ですね。はい、何の問題もありません。よいしょ、種まき、種まき、ね、よいしょ、よいしょ、残差が絡みつくのね、よいしょ、よいしょ、昨日がっつりね、雨が降ってるので、まあ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 、よっこらせと、よいしょ、はい、大丈夫そうですね。残りを投入、今日は雲の形が綺麗ね。風もそこそこ気持ちいい。ようやくね、ちょっと雰囲気がね、秋めいてまいりましたかね。よいしょ、よいしょ、意外とね、端切れ押し砕くだけですけど疲れるとそうですね。あ、風が気持ちいい。まあね、外で働くということの大体デメリットが多かったりするようなことも多いわけですけども、意外とね、こういう気持ちがいい時もあります。今日ぐらいはまあ30度ぐらいなのでね、まだ気持ちがいいと言える余裕が多少ありますか。まあ大根はね、大根栽培に関して別に何か語ることはありますかって話でね、大根で語ることはありますかね。まあないわけじゃないですけど、大根はいくらでも作れますね、いくらでも作れるんですけど、要は大根が売れるか売れないかって話でね、これがまた売れんのですわ、ね、大根食べないもんね。食べないでしょ皆さん、本当に食べないんだよね。で、めんどくさければカレーに入れればいいんですよ。で、カレーのルーに少し出汁を入れてあげれば和風カレーになるわけでして、別に肉があったっていいわけですけども、何の問題もないわけですよね。だけど大きい大根は嫌われるんだよね。もう私がね、このセット野菜という商売を始めて、大根はもう半分ぐらいですね、今送っている量っていうのはね、大根自体はね、まあ野菜自体の量もどんどんね減らしていってる。セット野菜は昔に比べて本当にもう箱自体がね小さく少量化してますけど、もうその最たるものが大根ですよね。何回も言いますが、15センチね、ちょっと待ってね、次のやつを巻いて、よいしょ、 ね次のこれも15センチ巻いちゃおう。
まあでも本当にたまに大手の設定野菜とかを視察ということで名目でねいますけど、取ってみたりしますけど、もう異常に量は少ないね。本当にね、っていうぐらいね、箱もだいたい小さいですしね。それでね、送料込みで5000円とかするものもありますもんね。びっくりしちゃいますね。まあ正直言って本当にそれを買うぐらいならっていうふうにね、思いますよこっちはね。よっぽどこっちの方がいいんじゃないのとかって思いますけど、まあまあそれはね、人様のおやりになってることなんでね、大変失礼な話なんであれですが、よいしょ。で、発芽してきたらね、防虫ネット書きますけども、まあ多分ね、2回から3回サクリを入れてね、草を生やさないようにして、やってですか。作付けに関してはね、大根はねたくさん作りたい野菜の一つですけど、たくさん作ってもね売り先はありませんわな。でも本当大根がね、何でしょう、肉と同じようにバカバカ売れるんだったらね、おお、びっくりした、手にカマキリくんがついてきた。バカバカとね売れるんだったら、皆さんね作るの楽だし、そんないいことないですけど、はい、次出てなくなったかな。はい、ビタミン大根、よし、はあ、いこう。よいしょ。ああ。これなんか変わった形してるね。ああ。端っこにひっついちゃった。端っこにひっついちゃったね、君。はいはい。よっこらせ。よし、よいしょ。はあ、どうなので。喋ることがないので一応ここでね終わりにしようと思います。まだまだねこんだけズドンとありますんでね、大根はまだまだこれからね行きます。以上でした。